私がたっぷり楽しませてあげますね。孫文大、愚問の王として乱世を斬る。私の前にひれ伏しなさい。わしが無策だと思うたか。お大将の声を、味方とはぐれたか。撃ち取りましたわ。お大将の声は私の虜になります。露出すればどうなる。身をもって知るがいい。お大将の声は私の虜になりなさい。私の知略が破れようと。ああ、張り切っちゃってまあ。あんなに目立ってたら追うしかねえわな。貴様の腕前、これに見せてみろ。さあ、前の奮起を見せてみな。お大将の声は、体が熱くなってきますわ。気を引き締めよう。あ、お大将の声は私の虜になりなさい。ラジョ孔明、敵のことごとくを打ち果たさん。この思いを捧げましょう。策を練り直した。敵将討ち取りましたわ。手心は加え、我が前に立つとはそういうことだ。お大将の声は、我が制裁を受けよ。飛行の修行の成果見せてみよ。体が熱くなってきますわ。Thank you.
虜になりなさい。私を罰したか。敵将、討ち取りましたわ。抑えきりませんわ。くれもの、抑えきりませんわ。私の通しやさ、知るがいい。ああ、私の知略が破れようと。敵将、討ち取りましたわ。ああ私の虜になりなさい。戦に出るのが一番だ。何せ真剣勝負し、この思いを捧げましょう。いざまずきなさい。私この思いを捧げる三国武将でして、その力私に見せて。ま、大したことないだろうかな。そっちの本気見せてみなよ。こっちが見せるかはまた別だけどな。青電気参上。こんな感じでいいのかしら。私の虜になりなさい。あなたの力を試させてくれ。
私の虜になりなさい。痛まずきなさい。私、お先に。シーンは三分以上でした。体が痛くなってきますわ。
よう。打ち取りましたわ。おとなしく食らいやがれ。おっと、味方とはぐれたか。私の手術になりなさい。暴れ
私の虜になりなさい。知るない。私の知略が破れようと。敵将討ち取りましたわ。
剣士よ、私の虜になりなさい。戦い続けるか。私の取り組みになりなさい。私の前に抑えきれませんわ。体が薄くなってきますわ。皇帝が戦局を動かしてみるとしよう。敵将、討ち取りましたわ。そなたが人の世を導く器かいのか。もっと欲しいのに。皇帝が剥がれて死んでよ。私の虜になりなさい。だがどうなる、どう変わる。敵将討ち取りましたわ。体が熱くなってきますわ。貴様が最強だと俺は認めん。貴様を潰すまでそばを離れんぞ。